昨日からネット上の動画で日本人男性の安田純平さんと見られる方の映像が流れています。まだご本人かという確認がされていないようですけれども、邦人保護というのはやはり政府の最優先の責務だと思っておりますので、男性の安全確保に向けて全力を挙げてもらいたいと私どもは思っております。それと今日は今朝岡田代表をはじめとしてノーベル経済学者のステグリッチ氏をお招きして講演会を拝聴させていただきました。現政権の今の政策についてなんですけれども、財政出動、さらなる財政出動が必要だとステグリッチさんおっしゃっておりましたけれども、その中身はまさに今の安倍さんがおやりになろうとしている、過去の新三本の矢とか旧三本の矢とか新三本の矢ではなくて、やっぱ格差をどうやって是正をするのか、子どもへの政策、家庭への政策、あるいは男女の賃金格差、労働環境格差であるといったものをどうやって縮めていくことができるのか、一瞬の格差の是正ではなくて世代間を超えて継続する格差の是正策を行っていくべきだという主張をされていて、まさに共生社会で長妻代表代行の下で今最終まとめを行っておりますけれども、民主党の目指す社会、国民の皆様方と共に進む政策そのものをステグリッチさんにご指摘をいただいたと思ってますので、堂々と私たちは胸を張って夏に向けても我々の目指す国の在り方、共生社会に向けて政策を提示していきたいと思いました。私からは今日は以上です。何かあれば。2つ目なんです。消費税の話なんですけれども、今回の国際経済分析会合というのは、その消費税増税の、先延ばしのための、そういう会議じゃないかと、結論的な会議じゃないかというような指摘もありますけれども、民主党その消費増税については、その挙げられる状況にないという見解だと思いますけれども、今後その政権がその消費税増税を争点にして、その衆議院の解散ということを指摘されて言われてますけれども、それを打ってきた場合というのは、民主党としてはどういうような指摘を、まず私たちの今の立ち位置ははっきりしています。財源のない軽減税率のために消費税増税をするのは全くおかしいと、それは賛同できません。ただ社会保障と税の一体改革、つまり将来の安心のために消費税増税分をしっかり回していくんだという我々の理念は変わっていません。その部分を安倍内閣は社会保障の充実ではない部分に流用しようとしておりますので、これは国民の約束とは違うんではないですかというのが私たちの立ち位置です。でそれと一方で、その安倍さんは一貫してアベノミクスは成功していると言っています。景気は良くなっていると言います。であるいはその日銀の総裁もマイナス金利の効果が出ているとどこを見ておっしゃっているのか分かりませんけれども、政府を挙げて景気はいいんだ、で賃金も上がってるんだとおっしゃっておりますので、ならば消費税を引き上げない理由はないんだと逆に私たちは思っておりますので、引き下げるという発想が出てくること自体が分かりません。待機児童の問題についてお伺いします。IWJ の青木と申します。先日対策本部を立ち上げられました。これに関連してなんですが、自民党によって潰されたと言ってもよいかと思うんですが、子育て世帯臨時特例給付金、子育て給付金ですね、こちらを復活させるなどして少子化対策を充実させて、内需主導政策の中心に掲げるというご意向はないでしょうか。その子育て給付金は確かボリュームをどんどん小さくして、今、最後にお配りしたのが3000円だったと承知しています。でボリューム規模でいうと確か数百億の総額、それを廃止をして、夏の選挙前にはご高齢者に1人、3万円で4000億の財源のものを配る、これ自体がもう私は本末転倒だと思っています。ならばしっかり次の世代の投資という形でどこを整備したら次の世代が幸せに育っていけるのか、その部分で世帯に直接お配りをするのか、それとも働きながら子どもを育てたいと思っている方たちを支援するのかといったときに、我々は保育園、そして待機児童の問題、それを改善するために保育士さんの処遇改善が、最も今必要だと判断をして、臨時給付金よりも保育士さんの処遇改善に使いたいと判断しています。